めっちゃ塗った。よし、行くぞ。今からここにまず生ハムを乗せます。生ハムを乗せて、トルティージャってなんだ、でかい。トルティージャでかすぎるが、ほいほいはい、よし、行け。おこれ絶対ピクルス挟まってないピだが、くるあーすごい、めっちゃダイナミックな感じになってる。これフリーモードとかいうのを一人で初めてやるんだけど、これどうなるんだ、なんかもっと美味しいみたいになるのかな。スパーイ、パン、いや星3つやん。結局星3つやないかい。そして雨が降ってくるんやないかい。なんでだ、え、一瞬しか雨降ってない。どういうこと。というわけで今日はまた久々にねポケモンをやっていきたいと思います。マップを開いて、マップやで、ね、で、ダメだ、ここですね。この主、シャバズちゃんがいる、この主のところに行ってみようと思う。ここにハテナマークが出ているね。よいしょっと。未確認情報。義流の主。極めて危険なポケモン。広大な王者の湖のどこかの島に潜んでいるらしい。その姿や生態は一切不明だが、他の生き物を誘い込み、大きな口で捕食すると言われる軽い気持ちで探してはならない。あれみたいだね。と？あれ？あ、できた。あれみたいじゃない？ディズニーでいうさ、モンストロ。おー、あ、なんだ、なんか落ちてる気がする。あ、ん、なんだ、ええ、のとろさん、おー、戻されたって。直接行こうと思ったら、そういえば君のイベント見てなかったピノは。よう、かわっち。この湖のどっかに義流の主がいるらしい。でも誰一人として姿形を見たことねえんだと。一体どんな恐ろしい見た目してんだろうな。姿がわかんねえから探しようがないぜ。俺が主って自己紹介してくれたのはわかりやすいのにな。なんか、ややボケをかましてきた。こんなところに、うわ、ミニリュウちゃんたちが驚いて、俺を泳いでるじゃないか。あ、待って、お寿司が泳いでる。お寿司を泳げるのか。まあ、竜だもんね。うわ、ダラドス、でかっ。おぉ、なんか落ちてる。あ、こんな感じで湖の上にも落ちてるんですね。落ちてるんですね。こっちに向かってたんだよね、きっと、フォーファーカーチーは。おそらくメイビー？どこ？お、サーモンのお寿司がいる。この辺じゃないんですか？どうなんですか？あ、全然違うところにいるんだけど。え、全然違うところにいますけど。どういうこと？普通に電球で動かなかった。なんか左にいる、あれ何？なんかでっかい生き物がいるんだけど、ナマズみたいな。何ですか、あれは。ちょっと怖い。水の大きい生き物。何？うわ、潜っていった。怖っ。いやー、潜ってから出てくるの。うわ、消えちゃった。怖い。怖い。わかっ、うわ、怖い。羽。おーおーおーおおおお、倒したるー。ヘイラッシャー。待って、ヘイラッシャーってさ、ポポカチめちゃめちゃ興味があるやつじゃん。ちょ、ヘイラッシャー出てきてくんない？ヘイラッシャーくーん。ヘイラッシャーの選手くーん。ヘイラッシャーの選手くーん。ヘイラッシャーの選手くん、うわー、出てきた、お前か。でも言って水から出てくるのやめてくれ。それはパパカチのママのママのあれに聞くからよ、メンタルさん。どうしよう。とりあえず噛みついてみようか。さすがに噛みつくでは落ちないのでは。うん、全然硬い。うらららららら、うら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 、
でで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 さあ、とりあえず一回こいつをね、入れてみたいと思います。パーティーにね。これでいくか。いや、なんか思ったことが起きるんだったらこういうことだよね。君は、そう、卵の質が操縦士になるってことだよね。マリルちゃん、あれ、あ、でもやっぱあれか、ラブルバトルじゃないと意味ないのか。そんな気がしてきましたね。そうですか、そうですか。クッパジュニアかな。ん、なんか光ってる、なんかすごい光ってる。んーと、んーと、どうやって登るんだ。登れんのか、登れへんのか。ここは、なー、おっと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 、あそこだな。行くぞ。と？行けんのかな。絶対あの島なんだ。これは大量発生中のシャワーズ発見。それはめちゃめちゃ熱いピだが、いや、行けない行けない、届かない届かない。ダメか。これもしかしてさらなるハイジャンプを覚える系のチゲラなんじゃない。これちょっと、ちょっと待ってください。これ、これさ、めっちゃ光ってるってことはなんかイベントありそうだよな。というわけで、ポポカチはまずはこの主を退治してから、退治してから、行くわ。めちゃめちゃロンチじゃないかーい。あれ、ここじゃないの？あれ？いや、ここだぞ。どこ？主。え？なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる。待って、とりあえずこれをもらってから。主、君喋るの？俺、主。え、あ、いや、なんか若干そんな気はしてた。若干ね、若干そんな気がしてた。クロスフィールドを貼っとこう。ちょっと賢い戦略しちゃうか。え、待って、どこに乗ってる。え、シャリタツは、え、シャリタツおるんやけど。おお、強い。え、待って待って、いいよいいよ、クッパジュニア。痛いピノンじゃない、痛すぎ痛すぎ。痛いんですけど。まあいいか、後続がいるし。削れ、クッパジュニア。ぐら、どこにいんの、卵のお寿司は。え、卵のお寿司は。痛い、避けて。クッパジュニア、クッパジュニア。まあ、ホイップ先輩が構えてますからね、ここは。え、息を吹いてやっておしまい。強すぎて、強すぎ強すぎ。火力高くない、君。いや、鼻がでかいわ、ほんで。鼻かわいいけど、ちょっと。え、どうなのどうなの。怖い怖い怖い、潜らんで。だから水に潜るの分かって。いい、怖い、出てくるの怖い。ぐわ、どこ行った。え、お寿司は。え、こっち見てる。どっか行った。回復するか、とりあえず。どこだ。いや、マップ見れば実は書いてあるかな。いや、うん、その辺だ。この辺ですね。あー、お前か。確かにそれっぽいではあるか。でかいよー。うわっ、
眉毛が。ああ、行っちゃった、お寿司。カーチン、主発見したのかい？俺主って言ってたよ。あいつがギリの主、てっけえ竜？てか、魚ポケモンじゃね？いや、違う。ん？主が、寿司が、でっかい主に食われちまった。植物連鎖かよ。これさ、お寿司の姿は見えないの？お寿司の姿は見えないのか？中に入ってしまうだけで見えないってなのか？え、なんかそんな気がしてきた。テラスカルするか。行くぞ、花吹雪よ。花吹雪ってこっちにも効くの？じゃあちょっと考えさせてください。じゃあちょっと考えさせてください。レッツゴー。食物連鎖に興味津々、こいつでごちそうさせてやるぜ。あ、待って、テラスタルやめたはずだったはず。あれ？テラスタルやめたはずだったはず。あれ？まあいいか。しかも地面タイプなんですよ。あああ、まあいいや。ああ、そして全然食らわないやないかーい。ていうかあれか、もしかして竜タイプになってるからか。尻尾振って大喜利下げてないっすよ。じゃあ指振っちゃおうかな。指を振るぞ。突破じゃんや。なんかいいやつ出せ。なんかいいやつ。セルブレード。うわー、セルブレードって何？痛い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 けど痛くない。おー、え、これドラゴンタイプなの？ドラゴンタイプだったらこっちじゃん。まあいいや、いくぞ。指を振る作戦だ。久々のこのクソ技を雨乞いしちゃった。飛び上げる。うん、強っ。うん、強っ。やめてー、こっちばっかり狙うんですか。ババカーチが何をしたって言うな。まあ怖がっていたか、だいぶ。そんな怖いって言わないでよ。僕は誰かの推しなんだよ。そういうことかもしれん。僕は誰かの推しなんだ。熱さの大地、知らない技なんですけど。おーおーおー、でも地面技じゃない、多分。地面技じゃないのかな。なんか面白い。突破地面、クッパ事件面白っぺなの。いや、麻痺しちゃった。いける気がしてきた。いける気がしてきた。いいぞ。偉すぎ。いや、まあ、ここじゃ、まあ、いや、ここで引いては男の名俺。いけ、指を振るじゃ。出せ出せ、いけいけ。放電が出た。うわ電気技だそして必ず欲張りすにも攻撃するやん。ナイスだぞ。どこから出てくるの？お寿司は？え、お寿司いないなった。やったな、カワチ。主も倒したことしよう。次は秘伝スパイスを。こっから、もしかして。ん？なんだ、あいつ壊れたんじゃなかったのか。お、俺も主。うわ、あいつなんかやる気だぞ。おお、すごい、シャリタツになった。え、こいつ強いんかな。いけん。おお、いいよいいよいいよ。あいつはあいつであれだったのが痛すぎるんですけど。あいつはあいつで水ポケだったんか。おい、え、どういう感じなんだろう。気になるピだけどさ、後ろのピカピカもみんな気になるピでしょ。あれは何なんだとは。クッパジュニア大活躍の巻じゃん。あ、これ突進で決まっちゃうんじゃない。ナイス突進、シャリタくーい。でもこいつめちゃめちゃ喋れる。マジでいいやつだったぞ。あのお寿司仲間にしたいんだけど。お寿司、あ、虫ポケモンのシャリタッツの勝負に勝った。お、ここで、褒めてタイムか。よちちちち。
よく頑張ったね、カッパちゃんや。お寿司も、お寿司も頑張れば、あいつのヘイラッシュの中に入れたんかな。